はいどうもパラプンテ、J リーグサッカーチャンネルですと いうことで、今回、クラモスキー退任というところで、いや、監督、人事、ね、やっぱ今年は多く動いてますね。ちょっと僕も別の動画で今年は監督が結構動くんじゃないかっていうえ話はしました。というか、昨年がね、動かなすぎたっていうかね、昨年がだから周りのその q ル監督、裏のヘグモ監督とかね、あと、鹿島のフォービッチ監督とか、まあ、あんまりこう、移動がね、新監督、就任が少なかった J1 にはなりますんで、まあ、今年は逆に増えるかなっていう。 予想ちなみにね、今言った監督、ポビッチ監督、えー、ヘグモ監督、キュエル監督いや、みんなね、えー、退任、解任というところなんで、まあ、いかにこう、新監督が J リーグで指揮を、まあ、ポビッチさんはね、まあ、日本のことをよく知っている方になりますけどもね、えー、のもあったのかもしれません。難しいなっていう感じがしますけども、さあ、えー、今年は入れ替わりが多いとね、これ一応、エンブレム的にはね、エンブレムなんか発音おかしかったなまあいいや、えー、福岡製造家姉妹、C 時出してますけども、それ以外の監督動向の方少しまとめてきましたんで、えー、いろんなクロー ちょょっと見ていきましょうよろしくお願いいたしますとえいうところでまずこちらでまず SC 特のクラモスキー監督ですねが退任と。 いうところで、まあ、どうなるかっていうね、ところでした。まあ、ちょっと最近調子が良かったんで、まあ、残留するかなとか、いろんな声ありましたけども、まあ、正式に退任が発表というところで、まあ、一応、公認監督の名前としては、松橋監督の名前も上がっておりますが、ただ、ちょっとこれは分からんなっていうのが、松橋監督、もともとマリノスのね、コーチをされてた方、まあ、日産でもね、プレーをしてた方なんです でもう昔から横浜 F ・マイナスの、ね、方のイメージがある松橋監督には、えー、なってきます、まあ、アルビレックス新潟の現在監督の松橋さんにはなってきますんで FC、まあ、東京もまあ松橋監督を狙ってるっちいう報道が出ましたマリノスは松橋監督の噂は多分出てはいないと思うんで僕の勝手な、ね、想像にはになってきますがただ松橋監督は本当さっき言った、ね、経歴がやっぱ横浜 F ・マイナスとか日産の方なので、まあ、タイミング的には松橋さんはマリノス に帰ってくるのかなっていうね感じもしますしだからまあ松橋監督三角ってしてるのはまだわからん周りのスカイシー東京かっていう感じが なんとなくしますけどもね、どうなのか。まあ、クラムスキー、僕はね、クラモスキーの山形でのポゼッションサッカーが好きだったんで、FC 東京でね、ポゼッションサッカーやんのかと思っていたら、まあ、比較的カウンター寄りのサッカーではあったんで、ちょっとね、残念学会なんかもありますけども、まあ、J リーグ国内からね、また声はかるかどうかというところでしょうかね。で、こちら。 ほんで、えっ、ー、と、セレッソーですね。まあ、あ高ギ監督の退任は正式に発表となりましたが、えー、お岩監督ですね。まあ、JFA、まあ、パリオリンピック代表監督でありましたけどもね。次の、えー、オリンピックでも監督をするんじゃないかというところで、まあ、多分、バツ、まあ、主任はないかなという感じがします。で、ミンシャの名前も上がりましたね。ミンシャの名前も上がってるんですけども、元オーストラリア代表監督、アーノルドさんの名前もね、上がっていましたんで、 まあミシャかアーノルド監督かになるのかなという感じもします。ちょっとセレッソが、ね、いろんな名前が上がっては、ね、いつの間にかなくなってでまた新しい監督の名前が出るみたいな状況なのでちょっとどうなんだ、ね、セレッソが一番大変なのかなという感じも。 しますしまあ別にセレッソ坂か自体はね、綺麗なスタジアムもありますし、J1 のね、まあ注意クラブ、まあ優勝争いが全然できそうなメンバー揃ってますし、やりたいっていう方なんかいそな感じはするんですけどもね、まあでもじゃあやっぱ人事監督のまあ就任も選手の移籍もそうですけども、やっぱりタイミングっていうのはね、ありますんで、なかなかそういうタイミングに恵まれていないのかなっていう感じもえしますけども、まああとセレッソ誰だろう、あとは川合監督 監督と河い,はかわい,い、えー、前鳥栖の監督とかもね、一応、ね、この間、フットボールさんのインタビュー受けてましたけどもね、とか後任になんか名前上がってくるんかな、ちょっと分かりませんけどもね、ちょっとセッション今後どうなるかというところですね。で、こちら、ほんで、アビスパは長谷部監督退任で、ミョンヒさんがつくのかなって、一応、○っ しているんですけどもっうなんだねサポーターの方々がちょっとね慎重に考えてくれみたいなあれもでも言葉の選び方としてはねもう僕はねいいなっていう感じがしていていや、ミョンイさんの監督主任反対じゃなくてちょっとなんかこう考えてみてくれんかみたいななんか言い方だったんでまあ、全否定じゃなくてね全否定じゃなくてまあ、そういうね表明だったんで僕はの言葉自体は結構印象は、ね、非常にいいというねところには、えー、なってきますが一応 一応、丸ね、なんかもう濃厚みたいな感じの報道の出し方だったんで、多分このまま行けば就任するんかなと思いつつも、なんかでもわからんなっていう、ちょっとどっちなんだ、こう、ひっくり返る可能性もあるのかなとか思ったりとかね、ちょっとわからん。一応、丸なんだけども、本当かっていうね、なんか感じもしますし、ちょっと裏でどんなことがね、起きるかっていうところには、えー、なってきますけどもね、ちょっと待ってくださいね、今猫がめっちゃ鳴いてますね、すいませんね。 すみませんめちゃくちゃちょっと猫が鳴いていたんで、ちょっとそっちの相手をしておりましたというところです。そうだからミョンイスさんなるかどうかというところ。だからひっくり返ってもおかしくないかなっていう状況になってんのかな。なんかね、そのね、えー、今の雰囲気的にはですけどもね。で、こちら。 ほんで、鹿島、えー、ね、もう監督は、この間ね、中国さんが就任したんですけども、まあ、退任中、まあ、えー、路線、路線中がいうか、まあ、前提みたいな感じですよね。で、えー、鬼木監督の就任がほぼ決定的みたいな、何回かもう鬼木監督だ、鬼木監督だって言われたんで、多分フロントアレの鬼木監督がね、そのまま鹿島の監督に就任するんかなっていう雰囲気には、えー、なっておりますので、これもあるでしょう。まあ、鬼木監督が鹿島の監督に、えー、来期就任するっていうことで、おそらくいいんで、 なんかかねまた鹿島はどういうサッカーするんですかね鬼監督のサッカー、ポゼッション型と鹿島のサッカーって別にこうね、今のところ親和性はそんなになくて、まあ、保持型でやっていこうとしているんだろうな。多分鹿島のこれまでのやり方とは変わると、ね、いうところなんで、ちょっとこれはね、どういうね、えー、風になるか、まあ、どんな鹿島に生まれ変わるかっていうところはちょっと注目して見ていこうと思ってますけどもね。で、こちら。 ほんで、えー、フロンターレ、そのフロンターレ、鬼監督退任なんで、長谷部さんがね、いやー就任するんじゃなく、まあ、決定的みたいな報道の出し方だったんで、ここもだからね、えー、非保持型の鹿島に、鬼木監督、ポジション保持型の監督の鬼木監督が行って、 で,で保持型のチームだった川崎フロンタレは、長谷部監督、非保持型の監督を呼ぶと、ね、でも長谷部監督自体はどちらかというと、結構リアリスト、まあ、結構というか超リアリストの監督なので、自分の理想とするサッカーよりも、やっぱりこう今、手元にある、えー、食材で料理をする、中監督、自分の理想よりも、今のチームに応じた、えー、一番最適な、ね、戦術を取るんじゃないかという感じがするんで、まあ、福岡で保持の非保持のサッカーではあったんですけど、 フロンターレのメンバー的に、ね、これまでの保持型を継続、えー、できると考えたら保持型で意外とやるんかなとか、ね、思いますしただ、まあ、一方でまあ非保持型の監督なんで福岡時代みたいなサッカーになる可能性もただこれ僕は別の動画でもね話をしたんですけども、まあ、やっぱりこうサッカーっていうか、まあ、こう伝統的にとか継続性とかね結構いろんなね継続性とか結構重要って言われますけどもねただね結構タクラブとか海外のクラブとか ととか見ているやっぱその時代に応じたまあ、えー、保持型なの,のか非保持型なのか今共同の世界にはなってますけどもそういうまあ時代に応じたまあ最先端の、えー、トレンドを取り入れることができる監督を呼んでるで例えば過去はね、えー、保持型でやってきたけどもでも今非保持の方がね勝てるよねっちゅうのがあればまあ、そこは柔軟にチームの やりり方をここれままで変えるみたいなことは全然ありますバルサみたいに、ね、バルサイコールポゼッションみたいなねクラブはもちろんあるんだけどもこうバルサイコールポゼッションのようにどこどこのクラブイコール丸〇みたいなのって意外とないやっぱりどこのクラブ海外のクラブとかも僕が思うのはですけどもねやっぱその時代に応じて最適の、まあ、戦術を選んでるトレンドを選んでる感じがするんで、まあ、今の時代これからの時代多分非保持型とか、まあ、強度、まあ、ロングボールとかねちょっとまだ時代が変わりそうな感じがするんでまた ね、フロンターレ新しい時代を、ね、長谷部監督のもと作っていくのもいいんじゃないか、まあ、さっき言った継続性とかね、えー、そういうのは大事とは思うんだけど一方で言えば継続してずっと同じ戦術を取ってるクラブって世界的にはそんなないイメージがあるんで、まあ、ここで非保持型のクラブにまたなったとしてもそれはそれで僕は面白いなという感じがしますし、まあ、ある意味でこう伝統とかねこう戦い方、えー、このクラブって言ったらこういうやり方だよねみたいなのって逆に足かせになったりとかね するんじゃなょっとトスは北谷監督は退任っていうところまだ退任っていう政治発表はないんですけどもコウ監督のも名前が出てますし、まあ、何回か高ウギ監督で決定的みたいな報道が出ているんで高ウギ監督はでもトスでしょうねでこちら で最後は不明なクラブとまだ監督どうなんのっていうところにはえなってきます。まあ、アルビレックス、新潟もね松橋監督なと誰がなるんだっていうところにはなってくる、まあ、このサッカーポゼッション型のスタイルでね今後も行くんでしょうし、まあ、逆にアルベル監督最高 シューニとか、えー、ロティーナかとかね、もしくはなんか僕はリカルド・ロデゲスのね、えー、新潟もね、見てみたいなっていうのもね、ありますし、逆にね、今日退任発表されたクラモスキー監督もね、モンティド山形ではもう保型のサッカー、本当ザ・ポゼッションサッカーを山形でやっていたんで、山形時代のようなポゼッションサッカーを新潟でやることができればまたね、面白いなっていう感じもします。ただ SC 東京ではね、非保持のなんかやり方が多かった感じがするんで、ちょっとクラモスキーがどんなサッカー やりたいかっちょっとわからんくなってきたみたいなねところあるんですけどもね。あとは、札幌ね、ミシャの後がどうなのか、ミシャがねセレッソなのか、新潟なのかみたいなところもありますけどもね。まあ、ミシャだからセレッソもあり得るでしょうし、新潟もあるかもしれませんし、まあ、ミシャがね、でもなんかね、モテモテみたいな、なんかね、報道もありましたんで、ミシャの後が札幌誰になるかと、なんとなく、四方田監督がね、札幌の監督に就任するのが一番いいんでしょうけども、 そしたら横浜牛の監督がみたいになあでしょうしまあ昇格したクラブの監督なんでよもな監督も。 多分やめないで、ししょうしねであとはマリノスがね、今、ハッチンソンが暫定監督でずっとやってますんで、まあ、歴代の中でも長い方ですよね、ずっと暫定監督でやってる、ねえー、方というのですけどもね、まあ、暫定監督、ハッチンソンの後、誰がなのか、それこそね、松橋さん、僕はマイナスは松橋さんかなっていうのがねあって、ずっとまあ、選手時代も日産でやってた方で、ね、この指導者、コーチとしてもね、それこそ、えー、ポステゴグルール 元、ね、コーチで一緒にやっていたんで、ずっとマイ人スとか日産の方なんですよね。えー、松橋さんね。だから僕が松橋さんはマイノスじゃないかという感じもいたしますけどもさ、さ今後どうなるかというところですね。はい。中東うところでここか以上です。さあ、また監督人事に関してはこれから何か動きがありました。ちょくちょくやっていこうと思ってますんで、よかったらこれからもよろしくお願いいたしますと。というところで、以上、パルプンテジ、ェルサッカー以でございました。よかったら、チャンネルマッサラ。